今回は、マッマにハンマーで殴られて骨折したという、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートは38歳。マッマにハンマーで殴られて普通に骨折する。マッマと喧嘩してたら普通にハンマーで殴られたんやが、しかも痛いなと思って病院に行ったら普通に骨折してた。これって家族でも傷害事件だよな。喧嘩で骨折は草。シンプルに痛いやつやん。喧嘩の理由は？マッマに働けって言われたから専業主婦もニートだろ、偉そうに。って言ったらマッマがキレてどっか行った。で、勝った、と思ってたらどこかからハンマー持ってきて殴られた。まあ、お前が悪い。専業主婦とニートは違うだろ。じゃあ一致は食事を作ったり掃除したりしてんのか？してない。ただハンマーで殴られるのはおかしいと思う。もう丸反対。そんなにマッマのことがムカつくなら警察にでも何でも駆け込めばいいだろ。お前が先に煽ったんじゃん。ああ、キンクを言っちゃったか。殴ったマッマは悪いけど一致も言葉を選ぶべきだよな。警察に行く。って言ったら、マッマとパッパに止められた。で、もし母親が逮捕されたら、困るのはお前だぞって言われた。マッマがいないと、飯抜きになるからってことらしい。脅しだよな。でも実際、パッパだけだと飯抜きになるのは事実やろ。確かに骨折したからって、ニートがギャーギャー騒ぐより、黙ってた方が得策だよな。でも整形外科とかではなんて話をしたんだ。受診した時はなんて言えばいいかわからんくて、適当にごまかした。そうか。あの時にマッマがやったって言えばよかったな。とりあえず病院にはパッパが連れてってくれたけど、マジで痛いし意味がわからん。痛みがどうとか警察がどうとかっていう前に専業主婦をニートって言ってごめんなさいだろ。そもそもお前、何歳？ 38 歳。ってことは、専業主婦っていうか、もう60代とかじゃん。それ、パッパも定年してるんじゃ。パッパはまだ働いてる。だから専業主婦のマッマはニートかと思ったんやが。年金もらえるくらいの年齢なのにニートは草。これは一致が絶対に悪い。どうせなら、頭をハンマーで殴られればよかったのに。それだとマッマがガチで捕まるからダメやろ。まあ言葉自体は反省してるけど、骨折はマジで最悪だよな。子供の頃から家にこもりがちで骨折なんてしたことなくてさ、ものすごい痛みすぎてどうしたらいいのかわからんかった。それだけマッマが一致に対して怒ったってことやな。老人の一発なんて大したことないやろ、大げさやぞ。カルシウム不足だからすぐ骨が折れるんじゃない。38歳はマジで草。38歳が草って言うけどさ、30から38なんてあっという間やぞ。つい29歳の時にまだ大丈夫やん、みたいなことをここでも言われててさ、気づいたら今の年齢になってた。ダラダラしてるからあっという間に38になるんだよ。29から38まで何をしてたか具体的に書いてみろよ。特に何もしてないっていうか、それまでとあまり変わってない。たまに親に働けって言われながら適当に交わして家でダラダラしてた。ニートなんて大抵そんなもんだろ。開き直るなよ。38歳はニートじゃないって誰も書かないのか？35からただの無職だぞ。無職とかニートとかどうでもいい。働く気がない奴はクソ。それな。それより骨折が痛くて泣きそうや。風呂とかどうするんや。めちゃくちゃ不便やん。ニートが風呂に入れなくても別に困らないと思うんだが。だよな。一週間くらい部屋に引きこもってろよ。でも医者はもっと治るまで時間がかかるって言ってたぞ。こんな大怪我するのは初めてだわ。これからはマッマを怒らせないように気をつけて生活しろよ。骨折くらいでうるさいんだよな。働いてないんだし全治1ヶ月でも2ヶ月でも支障がなくて草。はぁ、ニート相手だと何をしても許されるんか。家族だとしても骨を折るのは最低だろ。家族だとしても専業主婦はニートは最低だろ。まあ別にニートに何をしても誰も怒らないし。丸さない限りいいと思う。丸んではないけどめちゃくちゃ痛かったのは事実。本当に嫌になる。いくら書いても全く同情されてないの草。同情するのが難しいすれ。ワイもニートだけど一致はおかしいと思うわ。スポンサーを怒らせたニートの末路。スポンサーってなんだよ。親は親だろ。犯罪者の親と住むと大変だよな。ニートを骨折させたマッマよりずっとすねかじりしてるニートの方が凶悪だよ。判定、一致が有罪。草。骨折させてるんだから夕飯くらい豪華にしてくれてもいいのにな。今日も大した飯も出ないし、骨が痛い。そんなに生きてるのが辛いなら丸んでもいいんだぞ。一致には同情しないけど親はかわいそうに思う。それが、親はワイを産んだ責任がある。子供の頃に骨を折ったら罪になるのに38だと無罪なのは変や。じゃあ警察に行けばいいだろ。その後、一致がどうなるかは知らんけど。間違いなく捨てられるだろうな。というか、今すでに捨てて良いと思う。骨折はさすがに痛そう。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート、派遣ジムになったわいおばちゃんばかりやしわいの PC ゲームスキルが輝くやろな。
ってスレを昼に立てて、たもとニートやけど覚えとる？無事辞めることにしたぜ。仕事終わった後派遣の担当に電話して、石は硬いこと伝えたら OK もらったわ。もったいない、またニートに戻るんか？やっぱニートは働けないわ。職場の人には木曜日に言うらしい。バックれないの偉いな。戻るわ。こんなん無理や。覚えとる。29なんやろ？もう最後のチャンスやん。このままやと閉まるかホームレスしかないぞ。何が嫌だった？もう多分二度と働くことはないわ。何が嫌かって強いて言えば自分。何があかんかったんや？仕事内容は特に嫌じゃなかったんか？業務がきついんか？帰って寝たらこの時間やったわ。これから寝れねえ。ニートの生活習慣バッチリ染みついてら。ようやっとる。健常者に戻る最後のチャンスを失ったな。考え直せほんま。別に無能である自分を認めてあげればいいだけやん。みんな何かしらコンプレックスを抱えて生きてるねんで。10年もののニートが社会復帰するってのがどれだけ尊いことか。頑張ったんやろ？ほんまもったいない。なんで辞めるんや？昼のスレ見たで。今時 Uber Eats でもあるんだから労働形態にとらわれなくていいで。何日続いたんや？業務がきついかどうかもわからん。Y としてはきつい。社会人として生きてきた人間と自分のような高2からニートしてた筋金入りの人間では、生物としての格の違いってのを肌で感じた。同じ人間ではない。しゃあない。一致は頑張ったで。若いから大丈夫。OK、戻ってこいや。何があったんや。Uber Eats か。ああ、それならやれるかも。でも体力勝負やろあれ。やれるかな。最初はみんなそうだったんやで。嫌ならやめやえで。ニートの時点で消費欲はないやろうから問題ない。29が最後のチャンスなわけないやんか、マルジか。わかるで。マジでニートやってた人間には働くって地獄よな。当たり前のように毎日8時間働いてる奴らすごすぎる。ワイもこの前派遣で精米工場行ってきたけど、きつすぎて4時間で帰ってきたで。大して金にはならんがポスティングとかにしよう。リハビリからでもええんやで。1年続けて後輩できたらわかるで。格の違いやなくてただの経験の差やって。ほんこれ。昼のスレを見せたけどジムってのが良くないで。電話なしのデータ入力を探せ。単純作業で他社との関わり少ないし、まともな人間も多くない。あと簡単な仕事にしては給料がかなり高い。一致はタイピングの速度とかは速いやろ。すまんわいもニートなんやけど、参考までにどの辺がきつかった？手取り15万ぐらいならニートしてた方がマシや。これなのはわかるんやけど、その経験を経たとしてもずっとこれが続くのかという絶望感しかない。一つ前のスレタイにある通りや。コントロールプラス A で全体を選択、そしてプラス C でコピー。うおおすごーい。ってなるかと思ったんや。現場はもうそんなレベルではなく、おばちゃんでもブラインドタッチで Excel も Word も使いこなしててレベルが違った。書類記入するときにマウス使わずにタブで高速で枠変えながら書き込みまくってて。なんかもう自分の惨めさみたいなのを痛感した。Y は Word も Excel も使えねえ。バイトから始めりゃええやろ。草生える。ジムはコミュニケーション能力が大きいからな。一致には厳しかったんやろな。ダブ移動とかそのおばちゃんたちも入った段階では知らなかったと思うで。一致は気にしすぎや。昭和通ってレベルだな。草。ただのコピーで戦おうとしたんか。異世界転生の主人公みたいやな。エクセルなんてうちの定年過ぎてる親父でも使えるからな。なんなら大学生でも使えるやつたくさんいるし、常識レベルや。あはは、気持ちはわかるが。ニート上がりでジムとかコンビニ店員選ぶやつ多いけど、選択が悪すぎるんだよな。とにかく人間関係がない仕事を探すべきや。だから夜勤のデータ入力とかおすすめなんや。まずニートと社会人は同じ人間ではない。あらゆる能力に差がある。なんとかなると思ってた PC スキルも話にならない。人の指示を忘れることが多い。メモを取れと言われるが、メモを見ることそのものを忘れる。電話が聞き取れない。何言ってるかさっぱりわからない。緊張しすぎて電話してきた人の所属先や名前を聞き忘れて人に取り次いでしまう。ともかくあらゆるミスが多い。注意不足でミスを連発。周りに迷惑かけまくる上に同じミスを頻発。それ ADHD じゃね？小学生でも10秒で覚えられる技やんけ。そりゃ事務仕事何年も勤めてるやつにゃ勝てねえよ。今ってマクロや関数は使えないとあかんし、基本的にマウス使ったらあかんし、コピー&ペーストくらいじゃしんどいわね。ほんまニートは仕事できないんだし、普通に小丸年金欲しいわ。Y も Excel も Word もわからんし、気にせんでええやろ。ちなスーパーのバイトやってる子同時フリーター。 Y も同じ目にあったわ。1年後に辞めてニートになった。 Y ニートの社会復帰は工場やった。そうこいけよ、社会不適合者多いぞ。Excel ですげーされたいなら VBA でマクロ組めるレベルが必要やからな。ハードルが高すぎるわ。幼稚園児相手だと勘違いしてて草。なんで電話ある仕事にすんねん。常人ですら電話対応嫌がるやつがほとんどなんやぞ。
電話なしで探すのが鉄則。わかるわ。やっぱ生粋のニートやってると格の違いってあるよな。種族が違うんだってわかる。1年もやったらある程度技術身につかんか。ニートっちゅうか発達障丸やん。ほんなら叱るべき支援が受けられるやろ。コンビニとかニートに向いてないからな。クソ客たくさん来るしパートのババアや学生バイトに見下されて腹立つだけや。発達障丸なんて診断されたとしても支援なんかないやろ。昼立てて頼みたわ。エクセルも使えんのにジムなんかやるのが間違いやろ。無駄にプライド高いニート多いからな。ワイは17から22までニートやってたが気づいたらもう10年働いてるわ。一回働ければなんとかなる。とりあえず次は生活習慣直してから働くとか、体鍛えてから働くとかしたらいいのに。まあほんまにあらゆる面で差を感じたわ。人として、ニートになると頭劣化するのはマジやわ。ワイはニートだからこそ真実を言うが、働いたことのないニートは働かない方がいい。本当に現実見て辛いことにしかならん。それでも這い上がれるならやればいい。そんな根性あるなら生涯ニートになんかならんとは思う。そんなんでも雇ってくれたんやから頑張れや。うちならパワハラババアに文句言われまくるで。でも、お前ニートしながら生きていけるんだろ。別にええやん。俺は生きるために働いてるけど、働かなくても生きていけるなら明日辞めるわ。全部技術だけ盗んでばっくれたで。そして今の会社で異世界転生した気分味わってる。みんなワイを頼りにしてて大満足や。ニートでも3ヶ月もやればなれる。小丸年金じゃなくて就労支援やで。コンビニなんて絶対選んじゃいけないやつやしな。なんでコンビニ店員が宅急便やら料金収納やら対応せなあかんのよ。発達障丸の診断とかさらに惨めになるだけやからやめた方がええで。全部病気のせいにして努力することすらやめちゃうわ。使えねえやつって言われる前に自分から言った方が楽だもんな。そのクソみたいなプライドをさっさと捨てろ。アホみたいなすれ立てまくってたのにガチなんか親がかわいそうや。実際ニートの PC スキルなんて割れ特化ゲーム特化やから、 Excel ワードなんてほぼ触らんもんな。毎日十数時間無意に過ごす方がすごいと思う。始めたばっかりならそんなもんだし、周りもそう思ってるだろうけどな。うちの新入生と似たようなもんや。ワイは初日にババアにキレられてイラついて拳振り上げるところまで行ったけどなんとかなっとる。ワイにはニートの才能あったわ。だけど親にぶっ飛ばされるからなんとかやっとるわ。ニート期間楽しかった。社会復帰に気を使ったり頭使う仕事は向いとらんやろ。頭使わない仕事から始めんと。そうこうおすすめやで。そうやな。おっちゃも今日飯も食わずに寝たワイの様子見てそろそろ泣き言言うやろなって覚悟してると思うし。ニート辞めたいのにどこも雇ってくれへんわ。書類すら通らん。これは真理。普通のやつはニートになんかならへんからな。ニートになった時点でもう健常者とは違う。体使う仕事でもしたら？アマゾンとか。なんでその年までニート続ける根性あるのに職場で開き直れないんや。無能やが何か？の給料泥棒こそが労働者の本質や。なろうみたいに本気出せばみんなガチヤホヤとか考えてるからあかんねん。サボれてお抜けいなおれ。発達だからって支援なんてないぞ。小丸社でも頑張って働けって言われるだけや。ニー卒あるあるなゲームのデバッグやろうや。給料安いし特にスキルも身につかないし社員登用もほぼないけど、クソ簡単やし朝起きて通勤とか8時間働く練習にはなるぞ。ワオも金に余裕があるならずっとニートしてたいわ。親から譲ってもらった土地転がして遊んで暮らしたかった。電話なし、注文伝票をシステムに入力するだけ。こういう仕事探せ。物流の会社だと夜勤でこれ募集してるところ多いから、他人との関わりほぼなし、給料高い。ニート卒業にぴったりな仕事やで。定年過ぎてたら使えるに決まってるだろ。お前無能か？そこら辺の零細企業ならいくらでも受かるやろ。高望みしすぎや。就活してるならニートちゃうやん。ぶっちゃけニートできるならワイもやっとるわ。親がうるさいから仕方なくパートやっとるだけやし。ニート続ける根性ねえ。でも、お前おっやまるんだ後はどうすんの？よほどのことがない限りお前より先に丸ぬし。そこら辺の零細すら落とされたわ。ニートになるべくしてなったって感じのエピソードとおつむやな。ニートがパートのおばちゃんに分からせられちゃうってジャンル流行るかな。底辺職場は底辺職場でやべえやつ多いからな。小丸社雇用のやつに前に丸されかけたわ。ニートになると実際辛いぞ、とかいうことを言うやつがいる。これは働いてからニートになったやつくらいしか基本言わないと思ってる。なぜなら生涯ニートは先のこと考えないから辛いことなんてない。生活保護でももらおうかな。どうやるか知らねえよ。仕事辞めよう思ってたがこのスレ見てたら怖なってきたわ。能力あったらニートなんかにならんからな。普通はまともな職について働いた方がよくねってなるやろ。こういうスレで偉そうに説教してるやつも会社ではポンコツ扱い、上司からバリ雑言浴びてるんやで。
施設警備おすすめやで。根性で出勤してるのに根性なくなったら家で寝るわ。今日もこの時間に起きてもうたし下手すりゃ朝まで寝られんぞこれ。そんな無理して働くことないしな。普通に体力ないだけやろ。ニートしてると体力なくなるからな。続けた方がええよ。朝になったら寝るってのが基本的な Y の生活習慣やねん。昨日はちょっとうまくいってたけど、やめること確定して、気が緩んで見事に生活がニートに戻ったな。一発発入ってそうやな。一周回ってマックは楽やぞ。マニュアルに従えばいいからあんなんコミュニケーションのうちに入らん。真面目な話、なんでニートなのに普通に働いてる人間より有能だとか思ってしまったんや。無能やからニートやん。ニート続けてたら毎日毎日無能ランク駆け上がるやん。何があって勘違いしてしまったんや。何日で辞めたん？会社で寝ればええやん。会社で寝た方が給料発生するし得やぞ。家で寝たって1円にもならへんやん。ジムのおばちゃんって地味に PC スキル高いよな。 VBA とかできる人も珍しくないし、あいつら一体なんなんや。期間は？どんくらい出勤したんや。ニート期間中になろう小説でも書いてみたら？思わぬ才能あるかもよ。俺は地方文学で賞取ったから物書く仕事見つけた。Y タイピングはそこそこ早くて基本情報持ってて、 Excel ワードもまあ勉強し直せば思い出せるやろくらいのスキルなんだけど、どんな求人に応募すればいいと思う？ちなみ26。Y のニート時代の友人はビルメンになって続いてるし、人とあまり関わらない職を選ばなかったのが失敗やな。何ヶ月働いたんや？事務職とか羨ましいわ。Y は毎日暑い中現場で怒鳴られながら13時間勤務の収録勤務やった。月の残業が120超えて無給とかはニートとか甘えの次元じゃないと思って辞めた。けど後悔してるわ。中学不登校、高校不登校退学、通信制不登校退学、公認取得からの4年専門学校卒業、就活失敗、ニート1年からの毎日12時間労働マンになったわ。ワイはニート12年やで。プロやな。体鍛えろ。生き方選べないなら丸に肩選べ。体鍛えろ。そうこいぜ。フォークリフトの免許持ってるとまず採用してくれるし楽やで。 Y も職歴なし38でエンジニアになったけど趣味の知識で普通にやれとるわ。まあ適正次第やな。引きこもってる時に何かに繋がる勉強してたやつは偉いわ。ニート2年半やったがわかるわ。でもニートやる前から相当低能だったからな。そもそもが無能だからニートになったんやし、言い訳できるの体力くらいやな。 Y と似とるな。就職活動決意した時は引っ越し費用すらなかったから、一度期間校に行って金稼いでから就職活動したな。足が棒のようになったわ。みんな結構体力あるんだな。ワイナーにもやってないわ。趣味がゲームやし。こういう薄れ見ると働く気なくなるわ。せやからスーパーのバイトが一番楽なんや。品出ししてればええだけなんやから。まあ人いなかったら他の仕事やらされるかもしれんけど。ワイも大学中退からニート8年やったけど、ぶっちゃけ30近くから焦っても今更真っ当な職についてまっとうに生きるのは無理や。まず諦めが肝心やね。プライド捨てて、ネットじゃ底辺と言われるような業界入って、底辺となれ合うのが一番精神的に楽で、ギリギリ社会に復帰できる道やわ。ジム羨ましいって言ってるやつ、コミュ力。コミュ力ないと丸むぞ。嫌な身内と仕事中常に一緒にいて交渉し合うんやから。スーパーはレジ打ちがしんどかったわ。品出しは楽やったけど。品出しがやっぱりええよな。働くってどんなもんなんやろな。なんか厳しそうで怖いわ。でもみんなやっとるし、ワイでも頑張ればなんとかなるんやないか。この考えは危険や。働くことは厳しくて怖いことや。まんまその通りやった。ニートというか社会生活のない人間に間違いなくありがちなことやね。人の指示が聞けない、メモを取ってもそのメモを忘れる、あるあるすぎる。そもそも働くという行為そのものは人間が考えずに自然にできる行動なんだけど、ニートはその基礎作りと土台が完成してないからな。ニートに限らんわ。結局人間関係が全てや。みんなそこをうまくやっていってるんやで。ちなわいはニートや。ジムとか時間経つの遅く感じそうで、ワイには絶対無理やな。一致はかなりいいとこまでたどり着いてるのに引き返してるだけやからな。惜しいことしたわ。一致レス見てると悪くないで。しっかりと自分の立場言語化できてるし、悪いところを認識して反省もできてる。4年ニートした後1年発起してフリーターになったけど、気づいたら今の職場に3年もおって、ワイはこんなとこにずっとおっていいのんかって最近悩み始めたわ。気がついたらもう2年3年あっという間に過ぎてそうで、何のスキルもない30のフリーターが完成してまう。一致はダメやって逃げるからあかんのや。どうせエクセルワード使えないのバレたんやし、恥しのんで教えてもらえ。そっちのがためになる。メモの取り方も慣れがあるんよな。とにかくメモするとごちゃごちゃで必要な時読み返せん。これは何度も必要になるメモってのは、裏表紙とかにメモするってだけでもだいぶ違う。
理想はメモの聖書版作ることやな。メモ読めなさすぎて草生えるわ。エクセルもワードも使えないやつがジムやろうと思う勇気がすごいわ。そんなところ紹介する派遣会社も無能すぎるやろ。またニート下げすれ立ててんのかよお前。ニートみたいなシングルタスクしかしない生活が続くと、メモ取りながら話聞くとかのマルチタスクはきつくなるやろ。メモ取るんでちょっと待ってもらってもいいですかって。それを言えるやつはニートしてない。ハロは経由したの？職業訓練校とか挟んでからの方が良かったのでは？ボイスレコーダーじゃあかんの？メモとかどう考えても非効率やろ。ワイも先月ニートから社会復帰したけどきつすぎてニートに戻りたいわ。意外にも身のあるスレになってて草なんだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。